キス FM がお送りしているバンディーズ What's Going On。 今回はですね、舞台俳優の左右さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。左右さんはね、あのお芝居するだけではありません、この歌も歌うダンスもする、はい、MC もする、はい、もういろいろやる方なんですけどね、はい、でその左右さんが今一生懸命頑張ってるのがですね、劇団ポンコツチョップという劇団があります。そしてですね、8月の3、4、5とですね、この公演があるんですよ、はい、なんとお寺の本堂でやるんですよ。白紙のページにはじゃあこちらです。左右さん、はい、これどんなお話なんですか。はい、はい、このね、ポンコツチョップという劇団なんですけれども、はい、ビターな日常をポップなエンターテインメントでとても楽しいパフォーマンスで彩っているんですけれども、はい、ダンスがあったりアクション盾があったり、はい、いろんな見どころのあるとても面白い作品になっております。日常ってビターなんですよ、はい、ビター分かりますか。苦いですよ。ね、甘くない甘くない、現実は甘くないけども、はい、お芝居の世界の中はですね、咳が出ました。このスイートでも何か分かんないけど、うん、まあ、ユーモアで笑い飛ばせないかということで、はい、この白紙のページですけどね、はい、僕白紙に帰りたい、あの頃に帰りたい頃がありますか。いや、まあ、今楽しいですけどね、実はね、今白紙なのかもしれません。はい、さゆるさん白紙ですか。はい、白紙なのかな、うん、これからの予定はちょっと白紙かもしれないですけれども、はい、この白紙のページってどんなお芝居なんですか。はい、白紙のページにはというのは、うん、一つの、まあ、大きなお話になってて、はい、でそこから3つぐらい小さなお話がオムニバス形式になって、はいはい、いろいろ盛りだくさんな、はいはい、お話にはなっているんですけれども、はい、ちょっと短めにじゃあ 1,2,3 とこう 1,2,3、はい、そうですね、この短いお話というのは、はい、ピーターパンのお話だったり、ピーターパン、アリスのお話だったり、アリス不思議の国のアリス、はい、オリジナルの、はい、あの赤鬼が出てくる鬼の話だったり、はい、が一つの大きなお話になって、この絵本がねちょっとモチーフになっているお芝居です。はい、はい、このね、さっきちょっとあのラジオ撮らせてもらったんですけどね、ピーターパンの話って言うと、はい、ピーターパンってまあずっと子供のままですよね、うん、就職してるそうです。ピーターパンそうなんです、そうなんです。なんかね、自分のこと言われてるみたいな気もします。アリスがね、はい、アリスってもう少女という感じですよね、うん、婚活してるそうなんです。お相手をとても探していますね、はい、で、まあ鬼、はい、鬼ね、もう鬼は外って言うとダメです、うん、鬼を家に連れてくる、はい、私は役どころではその赤鬼のお母さん、はい、まあ、人間なんですけれども、はい、お母さんなので、私の立場からしたら赤鬼をぜひ迎え入れてあげてほしいなと思います。はい、はいはい、ということでですね、この白紙のページには、はい、ちょっとあのこのビデオのメッセージをお願いします。はい、はい、こちらのポンコツチョップ第2回本公演なんですけれども、はい、白紙のページには、はい、ぜひ、楽しいお時間になりますので見に来ていただければなと思います。はい、2018年8月の3日4日5日、これ何ちゅうお寺ですか。浄土宗大天院というお寺です。はい、大天院で、開かれます。詳しくお知りになりたい方はね、はい、ポンコツチョップのホームページで確認してください、はい、ということで今回は左右さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。